ト持ち物検査。失礼します。今回のターゲットは、お疲れ様です。お疲れ様です。お願いします。あの、今日持ち物検査してまして、はい、今回はお二人の持ち物を見せていただきたいなと。ついに行きましたね出番が。じゃあ今日よろしくお願いします。お願いします。ターゲットは LOL の佐藤祐介さんとモカさんのお二人。今回はモカさんの持ち物から彼女の素顔を暴きます。まずはカバンからチェック。私はです。最近これです。最近はもうずっとこのバッグですね。なんか大きさがなんかちっちゃめのバッグは結構持ってるんですけど、なんかなかなか入らなくて、その時にこのいい、ちょうどいいサイズを見つけて買いました。買った時のポイントですか？気に入ったポイントは色と、あとはこの大きさです。形、色は結構皆さん黒とか暗めの色持ってる人、うん、アーティストの人多かったです。あ、紫初めてですけど、なんかちょうどその時に紫の色が流行るって言われてて、で、あ、じゃあ紫のアイテム何か欲しいなと思って展示会で見た時にちょうど見つけて買ったんです。あ、でも流行に乗ろうかな。あ、そうです、そうです流行りに乗りましたこんなカバンを持つモカさんはどんな性格なのか。数々の心理学を研究し、今まで心理分析を行った数は1万人以上。心理分析のスペシャリスト出口康之先生に聞いてみました。特徴的なのは小さなカバンであるということですね。これはまあ非常にその合理性の表れというふうに言うことができると思います。まあ一方でも無駄を省いて必要最小限に物事を考えられる、まあこうした合理性っていうのはですね、基本的に先を読む力にもつながっているということになります。この先を読む力、心理学の中では時間的な展望、タイムパースペクティブというような言い方をしている。要は先を読む力が強い、だからこそ小さなカバンでも十分対応ができている。まあ今回ですね、少し大きめのカバンをというようなこと、まあそういう面で考えていくと柔軟な対応ができる人というようなことは言えるでしょう。続いてカバンの中身をチェック。うわぁ、じゃん。まず化粧ポーチです。で、これが顔にフルスプレー、冬なんで持ち歩いてます。で、あとこれがあのマスクにフルスプレー。めっちゃスプレー振る顔中べっちゃべちゃ出すんだじゃあこれはマスクなんですよ。マスクにワンプッシュするといい匂いなんですよ、アロマの香りで。財布、充電器、イヤホンで、ハンドクリーム、あとはモバイルバッテリーです。それはまさか、それはまさか。ちゃんと説明しろよ。はい、わかりました。ごめんなさい。これはじゃねえよ。説明をお願いします。はい、あの、これはあの1月30日に最近出た DVD のミューモで予約していただくとついてくるモバイルバッテリーでございます。それは誰でも使えるな。はい。じゃあ普段からモバイルバッテリー結構持ち歩くんですよ。で、最近ちょっと私たちのグッズが出たんで入れました。携帯は出てますけど、これはもうバッグに入れずにいつも持ってた。もうずっといつも片手に持ってるんですよ。なんで最近割れたんですよ、ここ2回目、多分半年も経たないうちにもう画面割りました。常に割れてるよね。そうはい、携帯電話、財布以外で一つだけ持って歩いていいよって言われたらどれ言われる？充電器は何です？すぐ充電がなくなるんですよ。で、どこでも充電したくなるタイプなんで、だからホテルとか帰っても、で、なんかホテル帰ってご飯行くってなるじゃないですか。その時も携帯と充電器と財布、絶対充電器は持ち歩いてます。コンセント見つけると挿すです。わかりました。はい、ありがとうございます。カバンの中にはご覧のアイテムが。果たしてモカさんの人間性は？
特徴的なのは少ない持ち物、非常に少ないですよね。でなんかその中の9分の5がハンドクリームだとかそういうような健康関連の用品を持っている、ここが一つの大きな特徴になります。まあ、これは何を象徴しているのかっていうと、自己管理をこう徹底する、そういうプロ意識っていうのがそこから見て取れるわけですね。まあ、これはさっき言ったその時間的な展望、先を見越す力というようなものと非常に大きく関係しているというふうに言えます。で一方でですね、多少なりともやっぱり不安っていうのは多分あるんだろうと思いますね、こういう健康関連のものを持っているというようなこと。ただその不安っていうのが結局は自己防衛機能につながっている、まあ基本的に生き方としては良い、いい方向に向かっているというようなことは言えると思います。まあ携帯電話以外で、まあ、何を持ちたいか、その時に充電器というのをしてきてる、やっぱりそれが手放すこと、充電が切れることっていうようなことに対して不安はある、だけれどもそれに対応するものっていうのを必ず持っている、そういうふうに、まあ、先を読む力っていうのはこの人の生き方の中に反映をされている、そういうふうに考えています。そんなモカさんを一言で表すとどうなるかっていうことですよね。まあ、非常に合理的で先を読む力が強い人であるというようなことが言えます。まあ、自分をきちんと捉えることができる、これが非常にこうよくできる人で、常に先を見通しながら生きることができる、まあ、これが彼女の大きな特徴ではないでしょうか。ということでモカさんは合理的で常に先を見通しながら生きていけるタイプ。男女混成ダンス&ボーカルグループ LOL が2019年3月20日さよならの季節ロリロリ両 A 面シングルをリリース。皆さんぜひチェックしてみてくださいね。次回は LOL 佐藤雄介さんの素顔を暴きます。お楽しみに。